はい、なんちゃってマレー草間ちゃん VS 久保田テニス諦めそうなトコビッチの戦いでございます。これギリギリサイドアウトだったですね。まあね、その久保田テニスね、真剣にちょっと取り組もうと思ってね、まあ、素振りとか、壁打ちとかもちょっとやって実際実戦でやってみるとね、やっぱりね、そのラケットダウンがちょっとなかなか身につかないなと思うんですけどね。ここなんかもやっぱりダウンしてませんので、あれダウンするわけでしょ久保田テニスは。その辺がちょっとどうなんだろうっていうところだと思いますね。ただまあ久保田テニスを完全に諦めるわけじゃないです。研究していいところを吸収して、いきたいなっていうところではあります。楽しいですからね。なんかね、久保田テニスのこう理論がなかなか面白いっていうかね、これはちょっとサイドスピン気味に、打ってみました。これはまあアウトですけども、試みはドライブボレーはね、やっていきたいと思っております。これはいいコースに決まってくれました。まあ本当にね、最近まあ特に平野くんがね、久保田テニス、奥さんが熊本ということで、奥さんのね実家帰省した時に、久保田コーチのところに、襲われに行ったということで、それからまあ久保田コーチのファンになったということで、非常に私はそれはそれでいいと思いますよ。それでね、久保田コーチのようになりたいという目的の中で頑張ってるっていうのは素晴らしいことですよ。それができるできない別にして批判するものじゃないと思ってます。私はね、やっぱり何ですか、ジョコビッチを崇拝してるんですけど、まあね、私はまあ新潟県上越市っていうところで、テニスをしているんですけれども、あまりね、私そうですね、何十人何百人とテニスやってる人と知り合ったと思うんだけど、ジョコビッチ信者と言われる人と私なんかあんまり合ってないような気するんですけどね。どうだろうな。まあ多いのはやっぱりフェデラーファンが多いですね。まあそれだけフェデラーはね、引きつけるんでしょうね、プレーとか、あとこう何ですか、人格的なものがね、やっぱりいいんじゃないでしょうかね。私もね、ジョコビッチだけじゃないですけど、ラケット投げる人ってどうしてもなかなかね、好きになれないっていうかね。なんでラケットに感情をぶつけちゃうんだろうな。大切な仕事道具なのにね。まあね、仲間にも昨日も、ちょっと久保田テニスちょっとできねえなっていう話にしたら、やっぱりその崇拝してるやっぱりジョコビッチを目指したらなんていうことも言ってくれる仲間はいたんですけれどもね、今ちょっと模索中ですよ本当に。何かね、そういうその何て言うんですか、私は基本的にこのトコビッチチャンネルっていうのは、そのテニスの技術だけを追求する番組チャンネルにしたいとは思ってはありません。テニスは楽しいもんだ、テニスで笑いを求めたいっていうかね、そのテニスを通して、幸せになりたいっていうかね、また幸せになってもらいたいっていうかね、そういうことが目的ですので、その細かいその技術がどうたらこうたらっていうのは、私はちょっとね、私コーチでも何でもないんで、ただ普通にテニスを楽しんで笑えてバカ話してっていうのが
何ですか、あの楽しくて今テニスやってるので、別に試合に勝った負けた、ね、それは勝ちたいに決まってますし、上手くなりたいのもそうですけれども、あまりそこでテニス論で喧嘩をするようなことはしたくないので、その辺は皆さん、ご視聴いただいている皆さんは分かっていただきたいなと思います。そしてそれとともに、あのこの地域において、まあ、私の特別チャンネルを、まあ、あの見てくれてるあの方もあのおられるので、あのやっぱりこう普及活動にね、あのつなげていければななんて、あのこう特別チャンネル見ましたよなんて、あの言ってくれる方もおられるんでね、うん、非常に嬉しい。その中で、あ、テニスやってみたいっていう人もちらほらいたりするので、うん、その辺の活動をね、やっぱりしていきたいなと思っております。やっぱり最近の、コーチ、ちょっと話変わりますけどね、コーチはやっぱりこのサーブを非常に大事にされているコーチが多く感じられます。私もそう思ってます。やはりサーブでね、サーブポイントさえ取れてれば負けないわけですからね、うん、でもテニス楽しいですよね、だからもちろんね、全然笑わないでテニスしてる人もいるんですけれども、基本的には私はさっきも言いましたけど、楽しくテニス、エンジョイテニス、ね、笑いあるテニス、そして人を悪口言わないテニス、ね、そういったものを何ですか、目指していきたいなと思っております。うん、これね、なんちゃってマーレー草間ちゃん、ドロップ返しいかったね。草間ちゃんはまだ30 31、こういうね、叩きつけるのはやっぱり厚く握って上からバチーンっていうのは力強く打てるからね。やっぱり俺、私薄い握りっていうのはできないんだよな。全国の久保田信者の皆さん、どうもすいません、ご報告があります。久保田テニス諦めましたできません、どこ一できません。